東寿司駅は神奈川県逗子市沼一丁目にある東日本旅客鉄道横須賀線の駅である。駅番号は条例5。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎は上り線ホームオフな方にあり、上下線のホームは古線橋で結ばれている。逗子駅管理の業務委託駅となっている。自動券売機、自動改札機、自動生産機が設置されており、 いずれも追加の利用が可能である。かつては自動券売機の左手に緑の窓口が営業していたが、2007年6月29日に営業を終了し、翌日から指定席券売機に置き換わった。2010年、開業以来設置されていなかった滝のおトイレが一番線ホーム側に設置されたほか、個線橋にエレベーターとエスカレーターが設置された。これに伴い、 ホームの階段付近の幅が狭くなった。かつては、平日朝の通勤時間帯のみ営業する、列キをスク東寿司1号店があったが、2005年12月28日に、閉店した。その後、2006年2月23日、駅に隣接する JR 東日本の敷地内に24時間、営業のコンビニエンスストア 3F が、開業、2018年1月に、 ローソン 3F へ転換された。改札内に売店はなく、飲料自動販売機が上下ホームに設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は3933人である。近年の推移は下記の通り。当駅は田越川沿いの平地に立地し、周囲に小さな商店街があるたは住宅地となっている。駅前には、 ロータリー上のタクシー乗り場があるが、路線バスの乗り入れはない。また、神武寺、高取山ハイキングコースと双子山自然遊歩道の入り口の一つであるため、シーズン中は観光客の利用も多い。駅前にバス停は設置されておらず、県道24号上にある東逗子が最寄りである。全路線京浜急行バスにより運行されている。注釈出店。ありがとうございます。